ボクシングの4団体世界スーパーバンタム級統一王者の井上尚弥、大橋、が3日、映像配信サービス、デミのによる王座統一記念トークショーに出演した。12月26日に有明アリーナで WBA、IBF 統一王者だったマーロン・タパレス、フィリピンに10回 KO 勝ちした。井上は冒頭で、この興行のセミファイナルで行われた、バンタム級モンスタートーナメント。 決勝の日本を王座戦に出場し、日本同級王者、堤誠也、門蛇宝石と激闘を繰り広げた末、2日に23歳で亡くなった穴口一樹選手について言及。僕の12月26日の試合のセミで、穴口選手が素晴らしい試合をしましたが、大変残念な知らせがありました。この場をお借りして穴口選手のご冥福をお祈りしたいと思います、と語った。 穴口選手はこの試合で、序盤から優勢に試合を進めたが、強打の包みに4度のダウンを奪われて、判定負けを喫した。その後、病院に搬送され、緊急解凍手術を受けたが、意識不明のまま2日に亡くなった。2人が一歩も譲らぬ壮絶な打撃戦は、同日に JBC が発表した年間表彰で、年間最高試合、世界戦以外に選ばれていた。 井上はこのトークショーの前に、自身の X、旧ツイッターを更新。年間最高試合に選ばれたのは、穴口選手へのエールでもあったと思います。受賞された40分後に息を引き取ったと聞いてますので、皆さんには誤解だけはしてほしくないと思います。誰が間違っているとか、そういう話では決してなく、今回の受賞についての誤解がありそうなので、受賞の意味を時系列でお伝えさせていただきました、と投稿した。 SNS 上での穴口選手が亡くなったことで年間最高試合が授与されたという誤解について言及したとみられる。